んでだよってずっと思いました。あーもうクワーッとかすよ、ね、思ったりしましたけど、失敗は本当に数多くありますよね。なんか怒られたか。再生回数いくんじゃね。はい、というわけで始まりました声優エンタメチャンネル、私司会を務めております小田敏光です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。毎回素敵な卒業生をゲストに迎えまして、様々な情報を発信しているこの番組となっております。今回も素敵なゲストの声優さんお二方、しっかりとお越しいただいておりますんでね、ご紹介させていただきたいと思います。野津山幸宏さん、そして今井文也さんです。皆さんこんにちは、野津山幸宏です。皆様こんにちは、今井文也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もまたちょっといろいろとね伺っていきたい。今回ちょっとまたこれが、まあ、まあ要はですね、この学校の特色であるインターンシップというものについてちょっとここをテーマに伺っていこうという、まあ、こんなことをですねテーマにさせていただいたんです、はい、まずはちょっとこのコーナータイトルから発表させていただきたいと思います、うん、はい、はい、声優のインターンシップについて野津山幸宏と今井文也に聞いてみたということなんですね、はい、これどういうことかと言いますと、簡単にご説明させていただきますが、この、まあ、アミューズメントメディア総合学院、まあ、実際東京校、そして大阪アミューズメントメディア専門学校、まあ、星舞校のこの2校はですね、まあ、要は在学中からこのお仕事ができるという、まあ、これインターンシップ制度といいますかね、はい、こういったところかなり力を入れておりまして、はい、で実際 AMG エンターテインメントなんかでこの映画に出演できたりとかで、ちょっとまずざっくりとなんですけれども、これお二方ってその時何されましたっていうところから伺っていきたいんですが、うん、まずちょっと野津山君、どういったことその時経験されました？そうですね、僕がインターンシップ、うん、まあ、何個かやらせてもらったんですけど、はいはい、一番最初にやったのはアミューズメントメディア総合学院の CM ナレーション、あのラジオで流れる、そうかそうか、学校から発信している CM の、はい、ラジオ CM のナレーションを最初にさせていただいて、はい、で次にやったのが僕大阪校、うん、AMG 大阪校だったんですけど、うん、ラジオ大阪のゾーンジングル、うん、番組と番組の間の、次の番組は〇〇ですみたいな、聞いてくださいみたいなのをやらせていただいて、で最後にやらせていただいたのが吹き替えの現場だったかなって感じですね。外画の吹き替え、はい、なんで一応いろんなジャンルですかね、 CM ナレーションだったりとか、ジングルと、うん、あとまあ吹き替えっていうのをやらせていただいて、ちょっとごめんなさい、もしかしたら他もやらせてもらってるかもしれないんですけど、あでも今もちろん覚えてるところからで、それですかね、うん、大丈夫ですけどね、うん、分かりました。今井くんはどういったところ、は、はい、一番最初が先輩声優の小林優さんがやられてらっしゃるラジオのアシスタントとして、うん、はい、参加させていただいたのが一番初めのインターンシップかな、うん、でその次にモンスターストライクのオーディションがあって、うん、で、まあ、3キャラくらい受けて、はい、あのそのうち1キャラをやらせていただいたっていうのがその後にあって、でその次くらいに僕は外画、洋画の吹き替えですね、うんうんうん、のお仕事があったりしましたね。で、まあ、合間にいろいろとオーディションなんかも受けつつ、ちょろちょろっとこうインターンシップをこなしつつみたいな感じだったかなと覚えてる限りでは、はい、あでもさすが、当然ですけどそれをもらうにもやっぱり全員がもらえるわけじゃないという、そうです ね、 ね、やっぱりオーディションがあったりとかですよね、当然他の方が選ばれて悔しい思いなんかもあります、そういうことあるわけですよ、全然ありますよ、あるあるすげえある、 AMG あるある、あの僕なんて本当に、はいはい、あのまあ、インターンシップ行かせてもらってってったってお話しましたけど、はい、僕少ない方だったんですよね。あ、それでも。そうなんですよ。結構他の子はゲーム出たりとかいっぱいやってる子いたんで、やっぱね、なんでだよってずっと思いましたね。あーもうクワッとか思ったりしましたけど。で、これ実際にまあいろいろとそれについてこれからちょっと伺っていくんですが、まあちょっとこれ覚えてたらで構いません。学校でやっぱ習っているこういったレッスンと実際にその現場に行ってみてギャップを感じた。うわこんななんだとか、もう今の自分にあこれはちょっと足りないぞとか、なんか気づいたことや感じたことってちょっとありますかという。 MG ってめちゃくちゃ丁寧に教えてくれるんですよね、あ現場に入って、その現場入っても入ってどこに DVD を返すとか、うんうん、ありますね、どこに座るのがいいとか、はい、そういう声優界の暗黙の了解的なところをルールありますね、めちゃくちゃそんなにっていうぐらい教えてくれるので、はい、
だからそこは不便なかったですかね。現場入ってどうしよう、どこ座ればいいんだろうとかもないですし、うん、あでさっきちょっとちょうど野津山くんからもお話が出たことでいろいろ質問があるんですが、はい、なんかそういう場合に今ちょうどありました、その結構先輩から後輩に引き継ぎがあるんだよとか周りの人がいろんなことを教えてくれるんだよっていう中でなんかアドバイスサポートを受けてこういうことを教えてもらったとかなんかちょっと記憶残ってるみたいなことってあったりしますかという、実は、うん、マニュアル DVD っていうのがなんかそれ存在しまして噂に聞いたんですけど、 AMG にははい、あの噂のあの現場に行く時って、あの台本とリハ DVD って言って映像が入ってる DVD がある、うん、例えば吹き替えだったら吹き替え作品の映像が入ってる DVD っていうのがいただくんですけど、はい、それとは別にもう1枚 DVD を渡されるんですよ、うん、はい、僕最初あれ2枚組の作品なのかなと思って超大作と、はい、って思って DVD を再生したら、うん、AMG の先輩が急に映って、はい、こんにちはみたいな、でそこからマイク前の立ち方とか距離とかあの座る位置とかもう全部もうなんかロボットのマニュアルみたいなもうめちゃくちゃ細かく教えてくれる動画の DVD があって、すごい、これね僕ちょっと思ったんですけど、このエンタメチャンネルで YouTube で流せば再生回数いくんじゃねっていう、でもその DVD があったおかげで本当にその通りなんですよね、やっぱりやっぱ現場もそうなんですよ、うんうん、もう言われた通りなんですよ、もう、うん、もうなんかあの試験の問題の答え全部見てるみたいな状態だったんで、うんうんうん、本当にその辺の不安はなかったです。実際だから別の事務所とかの役者さんとかで、はい、もう本当に初めての人とかも本当に何も分かってない方結構多いんですよ、ですよね、どうしようかなみたいな、もうあの座ることさえできない方っていらっしゃいますよね、いらっしゃいますね一回びっくりしたのがキャスティングしてくれてる方が仲良くて、はい、でこの子がちょっと本当の新人だからちょっと教えてあげてくれるみたいな言われたんですよ、はいはいはい、で分かりましたっつって教えようと思ったんですけど、うん、これ DVD だったんですかみたいな、リハも見てなかったんですよ、そのレベルですかそのレベルの方とかもいたんでどうすんだよみたいになって、それプロになってからその話ですもんね、あ、だからいや本当に教わってない人は本当にそうなんだなと思って、そっか知らないですもんね、何もそういう実際事情というか、うん、だからそういうことにならないからすごいありがたいですよね、うん、確かにそういうサポートはねやっぱりインターンシップ受けていただく上でもねやっぱり大事だなと思いますし、でちょうど今ねこういう話の流れの中で実は今回最後の質問が、うん、ちょっとこれ、まあ、ある種これをご覧になっている方々がほぼこのちょっと質問というか世代になってくるんじゃないかという質問になるんですけど、こうやっぱり失敗したくない属性があると言われている、やっぱみんな真剣ですからね、うん、なればなるほどっていうのがあるんですが、じゃあやっぱり失敗から学ぶことってないんだろうかと、なんかそれをねちょっとせっかくもういろいろなことを経験されてきてるお二方に最後ちょっと伺っていきたいんですが、どうですか。そうですね、失敗は本当に数多くありますよね、うん、あそうですか、あもうなんか怒られたか、あ怒られた、いやもうそれはもう現場でのね立ち振る舞いだったりとか、分かんないからこそいろいろとこう言っていただけたりとか、でもそれがないと逆にね今でも何も知らないままあの好き勝手やるよりはその時々であのご教授いただけた方が絶対にいいですし、でも僕がその仕事を始めたての時からずっと僕これは思ってますけど、あのあこれやっていいかな、やんない方がいいかなっていうことは、うん、やっぱその時しかね、うん、あの同じことってもう絶対起きないんじゃないですか。あなるほど、アニメの第1話、同じアニメの第1話の台本をもう一回同じ熱量でやることってもうないんですよ。 そうですね、その現場はもうその日限りですし、ね、限りでもう一生来ないですよね、同じ話数は。そうなんですよ、うん、その時の感性だったりとか感覚、はい、あの感じたものとかって全部その時しかないから、うん、ここをやっぱ楽しまないと損だなとは思うようにはこう、はい、今もそれはすごく思いますし、うん、その失敗するリスクもやっぱりよぎりはする、もちろんそれは、そうなんですね、それでうまくいかなかったりとか、うん、あやっぱ今日の収録うまくいかなかったなっていうのがありますけど、でもそこのチャレンジしたことによってやっぱ次につながるっていうものがあるので、うん、もちろんやる瞬間はちょっと怖いですよ、うんうん、うまくいかないかもなとか、はい、あまりにもちょっとやりすぎちゃって現場止めちゃったらどうしようとかはありますけど、うんはい、でもね終わった後の爽快感はやっぱ
やらなかった時に比べると全然違うだろうなと思いますし、でやっぱその時に意外と印象に残って覚えてくださったりとかもあったりするので、はい、うん、ガツガツ行った方が僕は楽しいんじゃないかなとは思いますね。確かにでもよぎるっていうのは絶対あるんだよなっていうのはそれすごいわかるし、永遠の善馬くんもいかがですか。失敗って確かにその瞬間は失敗なんですけど、はい、その後変われば経験になるので、なんかなんていうんですかね、まあ、その時僕が失敗、まあ、現場でなんて満足すること僕ほとんどなくて、お、はい、まあ、毎回課題が残るんですよ。やっぱやるとどんなに練習してても練習通りできないこともあるし、うん、逆にあ現場の時にあやっぱこっちの方が良かったかって思うこともあるし、やっぱずっとそれが続くので、はい、なんで逆にその思いっていうか、あ次はこうしようっていうのをずっと持ち続けたらそれは失敗じゃなくなると僕は思うんで、そっか、なんかなんだろう、失敗って思わなきゃいいんじゃないですかね、まあ、経験したと思ってあこうやったらダメなんだなってでもう次やんなきゃいいだけですし、うん、なんでそう思えばそんなになんか怖くないんじゃないかな。別に一回失敗したからってまた次こうしようって思いがあれば多分終わりじゃないので、うん、 それさえ持ってることは僕も意識してますし、はい、もし皆さんもねちょっと失敗したなって思っても、まあ、次こうしようって思えるならもうそれは失敗じゃないと思う、うん、そう思って一緒に頑張っていきたいですね。あ、嬉しいですね、そう言っていただけると。いやいや、本当に貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで声優エンタメチャンネルでは皆様からの様々なコメントを募集しております。聞いてみたいこと、知りたいことなどございましたら、ぜひぜひあの下のコメント欄の方にお気軽に書き込んでいただけるとありがたいなと思っておりますし、そしてもしよろしければ、チャンネル登録の方もね、はい、随時ちょっと増やしていきたいななんて思っておりますので、いただけるとありがたいななんて思っております。ぜひよろしくお願いいたします。ではでは最後にまた締めコメントで、はい、はい、終わりにしたいと思います。それではいきます、はい、どうぞ。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル、はい、野津山幸寛さん、そして今井文也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。東京特許許可局、この人に勝て。